ラジオカマカニのユミです。今日は痩せフレダンス、フラで綺麗な体を作る方法をお伝えします。ぜひこの動画を最後まで見ていただいて、フラで楽しくボディメイクをしてください。たくさんの方がフラを楽しんでいます。皆さんフラを上手に踊りたいと思って一生懸命練習していると思いますけど、練習しているうちに、あれ、なんかメリハリボディになってるってことになったら嬉しくないですか？そんな夢のような方法を皆さんにこの動画でお伝えしたいと思います。私の教室ではいつも筋膜リリースやストレッチをして、特に股関節なんですけれども、凝りをほぐしてから体幹トレーニングやベーシックステップに入っていきます。これどうしてかというと、ちょっと筋肉がギュッと凝り固まった状態でいると、一生懸命動かしてもなかなかその筋肉自体が全然動かない状態になってしまうんですね。ですので、まず一番最初にそこをしっかりほぐしてからレッスンに入っていきます。そうすることによって動かしたい筋肉がしっかり動いて、そして関節の可動域も大きくなります。そのことで運動量がいつもより大きくなりますので、まあ、そのような方法を私の教室ではとっています。腹筋や、大臀筋、中臀筋をしっかり使いますので、もうね、お腹が痛いとかね、お尻が痛いとかね言いながら、ヒーとか言いながらね、レッスンされてます。で、この動画では今日はね、そのベーシックステップの部分を皆さんお伝えできればいいかなと思いますので、ぜひその、踊り方、こういう風に踊るとしっかり筋肉が動いて、大臀筋、中臀筋、ギュッと引き締まって綺麗なメリハリボディになりますよっていう方法をお伝えします。フラを楽しく踊りながら引き締まったヒップとくびれを作ってメリハリボディになってくださいね。では行ってみよう。はい、それでは痩せるフラダンスやっていきましょう。まずはいつもやっています姿勢、これ一番大事です。姿勢をしっかりとっていきます。はい、まずしっかりと、ではまず手をしっかり締めます。脊椎、背骨をしっかり起こしていきます。ダダ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 ダッと頭を上に高い位置に持っていったら、一旦もう一度腹筋をクッと中に押し込んでいきましょう。そして胸を開く、耳から肩は遠くに離します。手筋は入れたまま、腹筋もしっかり使ったまま、締めたまま、膝を、足のスタンスは少しだけ足と足の間を離していただいて、あとは、まあ、定筋締めるっていうのはね、脱おばさんフラを見ていただきたいんですけれども、定筋の締め方はぜひ脱おばさんフラを参考にしてください。まあ、ここでお尻をしっかり締めるでいいです。で、お尻を締めた時、ちょっと自分でお尻触ったらわかると思うんですけど、このお尻の横の部分がキュッとキュキュッとこう締まってる、ここがね、締まってたら OK です。そう、ここがブヨンってしてたらブブー、しっかり締めてください。はい、で、締めた状態で膝を曲げます。で、曲げた途端にね、お尻がダルルンってなる人多いんですけど、締めたまま膝を前に出して重心を低くします。締めたまま、そうで、締めた状態でまずスウェーをやっていきましょう。体重移動です。お尻の力は抜かず、ってことは定筋は締めたまま体重を右左右左に移動していきます。ではいくよ。カオ123、お尻も、お尻触ってみて、1234、大丈夫、お尻ここしっかり、ここにキュッと、エクボじゃないか、こうギュッと中に入った状態ですか。もう一回いくよ。ここを締めたまま、お尻を締めたまま、まっすぐ背筋を上に引き上げた状態で少し膝を曲げます。お尻の力抜かないで、右ひで、お尻触ってみてください。自分のお尻締まってますか、ちゃんと引き締まってますか。1、2、お尻締めたまま、はい、大丈夫です。で、もしこれできないっていう方がいらっしゃったら、ぜひ自分のお尻の割れ目にですね、スーパーボール
って挟んでいただいて、これ結構ね、私の教室の生徒さんにもね、言ったりやってって言って、いろんなこと、私教室では本当にいろんなことを生徒さんにしていただくんですけれども、スーパーボールちっちゃいのお尻に挟んで、それが絶対に落ちないように、杖を踏んでみてとかね、やってるんですけど、視聴者の皆さんももしなんかできないと思ったら、なんかちっちゃいものをお尻に挟んで、それが絶対に落ちないように膝を曲げて、その状態でステップを踏むようにしてください。お尻から落とさない。スーパーボールじゃなくてもいいんですけど、なんかちっちゃい挟めるものがあったら、それを挟んで、お尻にピュッと挟んで、それを落とさないようにして、ステップを踏みます。そう。もうこれ。そうすると腹筋がね、キュッと締まってね、腹筋もしっかり効いてきてるのわかると思います。これ痩せフラダンスの基本です。では、お手合わせでやってみましょう。では、お尻にスーパーボールを挟んで、手は腰、顔。腹筋しっかり入れて。お尻は硬いですか？もしスーパーボール挟んだ方は落ちてこないですか？